マシュー・ケビン・サイスは、アメリカ合衆国ニュージャージー州オーシャン・グン・ジャクソン、タウンシップ出身のプロ野球選手、右ト左打。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。メディアによっては、タイスと表記されることもある。2013年の MLB ドラフト32巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されたが、この時は契約せずに、バージニア大学へ進学した。 2016年の MLB ドラフト一巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、プロ入り。アマチュア時代は保守を務めていたが、プロ入り後は打力を活かすために一塁種に、コンバートされた。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オレムオールズで、プロデビュー。A 級バーリントンビーズでもプレイし、2球団合計で67試合に出場して打率29。292、6本塁打。 43打点、3盗塁を記録した。2017年は A 級インランドエンパイア6シクサーズと AA 級モービルベーベアーズでプレーし、2球団合計で133試合に出場して打率。274、9本塁打、73打点、8盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。 2018年は AQ モービルと AAQ ソルトレイクビーズでプレーし2球団合計で125試合に出場して打率280、16本類打、76打点8盗塁を記録した2019年は開幕を AAQ ソルトレイクビーズで迎えた7月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると 同日のテキサスレンジャーズ戦にて7番3塁手で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは53試合に出場して打率2118本塁打23打点を記録した。2020年はメジャーで8試合にのみ出場し打率143出塁率280超打率286オプス 566にとどまった。2021年も開幕をトリプル A 級ソルトレイクビーズで迎えた。7月28日にメジャーに昇格し、アクティブロースターするが、メジャーではわずか2試合の出場にとどまり、8月2日にトリプル A 級ソルトレイクビーズに降格した。この時、チームの事情により一類種から、プロ入り前のポジションである保守にコンバートされている。 9月30日、この年の先発を終えたジャンソン・ジャンクと入れ替わりでメジャー昇格。ジョー・マドン監督はメジャー昇格後もサイスを内野手ではなく保守として出場させる方針を示した。ありがとうございます。